ばんは。今日は10時ぐらいに終わらせていただきたいと思います。猫メイクはしてないんですよ。もうハロウィンなんてもう来年だ。過ぎ去った過ぎ去ったって感じ。まあ使ってたのはエチュードハウスのティントかな。インスタフォロワー1万人ありがとうございます。そう今日ツイートした。こんばんは。こんばんは。そう明日名古屋なんですよ。そうだから何行こうっていうのじゃあパチパチかありがとう。明日来るよって人名古屋行くよ。はんちゃん手羽先やさやな。ゴリボーさんも名古屋行くよって英検頑張ってください。さすらいさんそうだ待っててねありがとう。いつも名古屋のさすらいさんはーいって。ウィークさんお待ちしてますって。リンクスさんバーベキューかい。あらいっぺバーベキューってなんやねん来てやはーいってスパイラーメンさんうん、ルタさん、それは大変。お大事にしてくださいね。ナリさん。こんばんは、エリク。行くよって暴れないか。さすが暴れないか。朝起きてください。これからバスやでって、正明さん。待ってるよ。青のいためさんも待ってます。大阪きーちゃん千尋ちゃんまた善悪待ってます。明日は何時起きでしょうか。ちょっと分かりません。まだ明日の時間が来ていないので分かんないんですけど、まあきっとまあまあ早いことでしょう。もし頑張みなみちゃん。あんず嬉しい頑張。そう今週はねちょっとねまああれだからリリースの週だからね。知らん何時の新幹線か。新幹線かどうかも知らん。ジェット機かもしれんし、タケコプターかもしれんし。知らない。3日連続1位をキープ。すごい。ありがとうございます。てか、カープみんな FA を使ってなくないですか全然。またタケコプターかなってそうだよ。どこでもドアじゃないんだ。私はいつもタケコプターって言ってるんだよね。乃木坂さんイコプレナーナの直筆だったんだって。あわそう4次元ポケット使える。やっぱカープって最高だな。レグルスさん怖く待ってます。ケンスケ、うん久々待ってます。そうだね明日名古屋寒いのかな。じゃあ明日の気温チェックしようみんなで。で今からあんも明日の服を決めます。明日は何着ようかね。明日の名古屋うわ今最悪 Wi-Fi な Wi-Fi つなげるの忘れとった。最悪ほんと。愛知の名古屋市かな。名古屋市のどこだろう。分かんないから適当にしようか。どこ名古屋市の西区ぐらいでいいかな港区 OK。 明日の気温は何時だっけ。善悪って、まあ善悪っていうかまあ朝だと5時、6時、7時、12度、14度、16度、18、19、20。でもそんな寒くない。寒いの？でも握手会の時、ノイミーちゃんの握手くらいが寒いかな。19度とか。寒い？海近いし寒い。ああ、なるほど。なんかね温度
管理が難しいんでしょうね。こうなんて言うんでしょう、あのその新幹線かタケコプターか分かんないじゃないですか。新幹線だったらあんま寒くないけど、そのタケコプターだったらこうやっぱ寒いじゃないですか。だしなんかその後こう名古屋の駅に着いた時に、その駅からこのバスも正直寒くないんですよね。でじゃあいつ寒いのって、どうせその後衣装だし、いや寒くないんじゃねっていう話なんですよ。でその移動がね、まあ、また帰りが、まあ、帰り夜だし、その新幹線なのか、そのなんていうのタケコプターなのか分かんないんですけど、そうそうそう、だから正直その何そのね、あの移動中の温度なわけですよ。私たちは結局衣装を着るから。そうなんですよね。だからなんか難しいんですよね、その服の温度が。はい、徒歩って言ってた。あ、そうなんだ。なるほどね。初見ののちゃんありがとうございます。薄着新幹線、例えばよ、例えば新幹線だったら寒いと思いますか。だからやっぱ上着でちょうどいいぐらいのね、温度がいいと思うんですよ。そうなんですよ。あ、でも私は、うん、でもなんか最近はなんかね、急に熱くなっちゃうの、体がポワポワしてくるんですよね、なぜか。なんか暑いと、すごい暑いとっていうか、なんかそう最近なんかおかしくて、なんか顔がほてるっていうか、なんかね熱くなっちゃうの。そう、眠たくなっちゃうんだよね。わかんないけど、理由わかんないけど、そう暑い女になっちゃうの。だからなんかなんだろう、普通にあの薄着をして、寒かったらなんか上着着るぐらいがなんかちょうどいいんですよね、多分。そうなの。これ広島で買った。急遽買ったんだよね。そうだから今日もね、これめっちゃペラペラなの。でも正直これもう冬っていうか今の時期の服じゃないの。でも上にめっちゃ厚い上着を着てたの。あんまいおりとね、サナと同じレーンだと思う。広島行ってみたいよね。アルファさん。ユニフォームパジャマ着ていくの。下月俊さん。マイカがよく言ってる。そう、11月になった。ああ、11月になったよ。もうちょっとでのんのとかも誕生日だし。のんの、キアタン、指原さん、私。歌チューブ統制してる。あ、名古屋のやつか。そっか、じゃあまた私たち名古屋行くってことだよね、愛知。わあ、なんか最近すごい移動が多いです。そうなんですよ。私も今月の最後の日に22歳になるし、生誕も今月あるしでです。大人になっちゃう、もう一個。生誕行くよって、ありがとう。なんか1年って本当に早いなって思います。歌チューブ当選ってリンクしたねえ。菊池選手大活躍、それな、相澤選手とか。大人の階段登ってるのもずっと私は。そう、初生誕がアンナちゃんってさやかちゃん。はい。22歳。なつみかんさん最近知ったっていつ知ったの、なんで急に。アイドル祭り終わっちゃうの。そうなの。なんかこの1年ほんなんか早かったな、なんか早かった気がする。なんかね、この前21歳になった気がする。でこの前なんか21歳になって、
初めてのツアーとかやったりいろいろして、なんか TIFF とかもあったり、なんかいっぱいいろんなことありすぎて覚えてない。なんか年表をもらわないと振り返れないんですよね、もう覚えてないのでも年表を見てこういうことがあったって書いてあったら、そうなんか思い出せる、いろんなこととか年表とか画像写真とかあった。おぎちゃんズルズルベタ褒めしてて、どういうこと？おぎちゃん、おぎはな、おぎはなちゃん、ヒコラブちゃんみんな若い、え嘘でしょ。ヒコラブちゃんでも平均年齢ねあれなんだよ、結構20歳ぐらいなんだ。20歳じゃないか、もうちょっとしたかな、でもそんぐらいなんだよ。そう去年、そうね、立教大学行った。そうね、じゃあ今年は大学祭ないね、行ってないね。大学祭ってこの時期だっけ、あれこれこの前も話した気がする、10月11月か。でも予定ないなさそう、わかんないけど知らないけど。アナちゃんの進路気になって、嬉しい。そんなの、おぎはなちゃんそんな、いつ言ってくれてたの。あね、学園祭とかだとやっぱなんだろう、すごい若い方とか結構学生さん、大学生さん、高校生さんに知ってもらう機会でもあるかなって。そう去年は早稲田でパフォーマンスしてもらって、立教の大学で私とミリニャがトークをさせてもらったかな。さっきショールームで言ってた、嬉しい嬉しい。立教のトークが最善でしたあったね、ノンノがステージから消えた、あったね、危なかった、マジビビった、めっちゃ近くにおったけえって思ったもん。そんなこともありましたね、ちょっと危なかったね、あれはね。トーク緊張したよ、めっちゃ楽しかったけど。明日楽しみ、マナメロンちゃん待ってるよ。でまあ明日のタケコプターに乗るように、今日はセブンイレブンでお菓子買った、なんかお札のお菓子、なんかさつまいもチップスみたいな、でもそんな健康に悪そうじゃなかった、良さそうね。柏の天気が気になってきた、マジで。もうさ、いつもサイコラブさ、なんか雨予報って危ないっていうなるね。みずはちゃん明日も来てくれるの、マジ天才じゃんそう、お芋食べたくなる季節なんだよね。タケコプター、そうお菓子食べながら乗るの。ピオス呼んで、ピオス、ピオスカスニャンも来てくれるの、嬉しい、ありがとうね。大阪でまとめもしてくれて。そうタケコプターだったら、そう両手使えて便利。いや新幹線も使えるわ人生相談私でいいんですか、まいさん、まいちゃん語りたいってチロルさん、そんなん言ってくれるん、語ろうみんな語ろう。ブー、明日の予定来たおもろ、待って面白い。明日の予定でちょっとつぼってしまった面白かった。新しい新幹線全席に電源コンセントつくんすか、神っすねそれは、マジっすか、それはありがたい、それはいいですね。そっか、コンティヌちゃんももう
もうすぐあれからあれな、65歳になるのか。そっか、それは相談しよう。そっかそっか。フリー Wi-Fi? 本当？神。でもフリー Wi-Fi ね、 Wi-Fi 常に持ち歩く女になりたい。そう、春ヒロインの iPhone ケース、小島子さんのブランドの。あんちゃんのおめめボットですって言うね。ねね、わかった、マナメロンちゃん覚えとくね。そう、かわいいよねこれ。でもめっちゃここ便利やし、便利です。あんの Wi-Fi になってくれるの嬉しい。新幹線ないっすね。イコラブ入って食べたことないかも。イコラブ入る前の方が食べてたな。入ってから食べてないな。硬いよねあれね。でも美味しいよね。なんか自分が Wi-Fi になりたい。新幹線寝ちゃうかな。うん、なんかメイクしてる時とか、メンバーと喋ってる時とか、まあいろいろやらんといけんこと、アンケートとかその間にあったりとかもあるけど、まあ、結構朝だったらみんな寝てるかな。で着くぐらいにみんなどんどんあのリレーのように起こしていくかな。みんな寝てるね、確かに。葵ちゃん、大阪楽しかった。隣の席はもうなんか適当です。普通にお姉ちゃんさんにチケットをもらった順番なので、そうなんか適当、別にな誰とかは決まってないですね。まあなんかこのメンバーとこのご飯をシェアする約束してるから交代しようとかはあるけど、まあ、全然基本は伊藤さんの隣の時もありますよ。全然マネージャーさんとか、あでもうん、あの新幹線は決まってないけど、飛行機とかはなんかもう、あ飛行機はそっか、飛行機なんか一人ずつもう名前がさ書いてあるからさ、そう。くしゃみでそう。通路側派、窓側派。まあでも別にどこでもいいけど、真ん中でもいいし、窓側じゃない通路側でもいいけど、その一人だったら窓側派がいいな。でもまあメンバーとかスタッフさんとかその何だったら、知ってる人とかだったら別にどこでもいいって感じ。どういうこと、窓側選ぶのがお子様かって、可愛い。みんな基本窓側って言うでしょ誰もが何急に新幹線の隣が俺だったらどうするって、おもろい新幹線で何してる、寝てるか、なんかやらんといけんことやってるか、喋ってるか、なんか食べてる誰と隣が多いだろうね。誰だろうな、いろいろだな本当に本当にいろいろか帰りも適当だし、うん、窓側の方がコンセントあったりするしね。あ出やすい通路が確かに。でも別に一個もあんま動かないです、基本はそんな動かないから。あ富士山ね、最近探してないな。新幹線の写真好きなの？
ユーミン待ってます。謎のパーティーって言わないで、謎ってもう当落出てんでね。当落メール、ご用意できませんでしたって言われてない？いや新幹線でトランプはねしませんね。謎のパーリー行くようでパーリー言うな謎言うな、コンティヌちゃん。でもさすが、来てくれてありがとう、ない時だよ。うの、いやせんな、さすがに新幹線の中はね今んとこしてないね。でもね、なんかそうね、新幹線は静かにしなきゃダメだよ。新幹線ではお弁当食べるね。うん、音楽聴いてる時と聴いてない時がある。何ネックピローってさ、首のやつやってない？持ってるよ。あのね、台湾とか上海とかパリの海外に行った時はみんな結構持ってっとって、まあ、すげえパリも12時間だったからその首のやつ持ってっとったけど、別に新幹線乗る時は持っていかない、飛行機も持っていかない、海外しか持っていかないかも。あると違うのかな、覚えてない。わかんないけど、わかんないけど。パリ行くの、みずはちゃん、なんで？卒業旅行でパリとかおしゃんすぎんか、あなたおしゃんすぎんか、やばみじゃん。おすすめ教えてあげるじゃん、パリの。ねわからない、わからない。パリのおすすめか、うちらどこ行ったんだろう。あ、おすすめ教えてあげるよ、エッフェル塔。てへ、パリでしょ、パリのうちらのスケジュールとかないんかな、もう消えとるか。パリ何したんやろな、うちら覚えてないわ。何したんやろ、クルーズでご飯食べたパリで。でもね、何のお店の名前もわからない私。サイゼリアってなんかパリっぽい名前、確かに。そう、入ってない、 LINE のあれが。あら、パリいつ行ったん？懐かしいな、パリ。パリリリリン、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 パリ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 、はい、パリ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 。パリこれより前だ、こっちの携帯に入ってないわ。真似して撮ってきて。そうよ、でもパリは本当になんか物とかは自分からミハン、ね、なんだっけミハ、あの離さず持っとかなきゃダメだよ。そう、なんか結構普通の女の子とかすごい全然そういうことしそうにない女の子たちが一番危なかったりするから、そうそう、肌身離さず、それ言いたかった、それ。そうだから、そう、うちらもそれすごい言われてた。そう、うちらも撮影とかするじゃないですか。そうだから、今度ディズニー行くから被り物決めてほしい。被り物、新しいやつ可愛くない？ディズニーのなんだっけ、可愛くないって言いながらなんだっけって言ってる。そう、白のやつ、そうそうそう、ディズニー調べよう、ディズニー。
私はまあ結構そういう王道系が好きだから、まあ可愛い系をねつけたいって思っちゃう。インスタとかで見た方がいいのかな。ディズニーなんだっけこういうの、耳、ディズニー耳、耳、え、耳って出て、あ、カチューシャか、カチューシャや、何が耳や、ディズニーカチューシャ、え、白のやつかわいいよね。でも出てこん、あ、出てきたけどちょっと、うん、白かわいい。でもね違うの、ミッキーとかもかわいいんだけど、ここがさ結構太いじゃんか、これ結構難しくない？わかる？そうだけんね、ここね結構細いやつが好きっちゃ好きだよ。ランが持ってるのはステラルーちゃんとなんだっけミニーちゃん、普通のなんかオーソドックス違うなんだっけ、なんか一番結構普通なミニーちゃんと上海のキラキラとか持ってます。結構定番。そうね、花嫁カチューシャ売り切れらしいね、リサが欲しいって言ってたけどもうないって言ってた。そう、毎回カチューシャね買いたくなるけど我慢してる。うん、ラン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 。でもさ、なんか毎回さ同じやと写真も同じになっちゃうから、なんか変えたいって思うよね。そう、そう、でも今ねあのベッドの上にはダッフィーと、ダッフィー、シェリーメイ、ステラルー、ジェラトーニ、クッキーちゃんだっけ、クッキーちゃんだっけと、もう一人上海のあの方はシェリーメイかな、シェリーメイの赤ちゃんみたいな子がいるの。でも本当に可愛い。そうそう、イコラブもね、そう、なんか頭の上にこうやってこうやったらここに1,2,3,4,5,6 っているの。そう、かわいい。そうさ、イコラブもめっちゃ行きたいって今みんな言ってるんだけど、ちょっとなかなか行けなくて、めっちゃ行きたいんです。そう、そこはディズニーあれにしてて、お人形にしてて、シナモンくんはこっちにいる。そう、チケットもらえたんですよ、本当に。そう、ディズニーで見かけたらこんにちはって言っていいよ、こんにちはって言って。ハワイディズニー行くの、コンティネちゃん。え、なんでみんなそんななんか行くの、ずるいよ、ずるいよ、みんなディズニーに行ってばかりでずるいね。あんなも行きたいよ、連れてって。なんかイコラブってでも急にみんな行くじゃないですか、だから絶対この子たち急にオフになったんだなってすぐ分かりますよね、本当に。なんかすぐさ、イコラブってさマジでさ一気にディズニー行くやん、まあ、メンバー同士で行くっていうのもあるけどさ、何チームかに、まあ、みんなで行くとさすがに多いからさ、2人ずつとかさ4人ずつとかさね行くじゃんか、ですぐみんなツイートするじゃんか、でまあ目撃情報とかも出てさ、結局さイコラブ最近ディズニー行き過ぎ問題ってすぐ言われるねん。わかる、サヤヤンめっちゃディズニー行ってるイメージ、年パス持ってんのかな。そう、今めっちゃのイミーちゃんたち行ってるよね。そう、イコラブはまだちょっと最近ちょっと行きたいってずっと言ってます、みんな結構言ってる。そう、あんま行きたい、ディズニー行きたい。そう、でもチケットあるの、イエッ、本当にあるんだよ、チケット見る、あっちだ、さやや年パス持ってるんだ、さすがだ。
そう、運動会のやつ。 USJ も行きたい、めっちゃ行きたい。クリスマスディズニーしたことない。なんかね、人がなんか少ないところを練って行きたい派。年パス持ってないですよ。いや、ファンの方からはあれですよ、チケットとかダメですよ。握手会の年パスってないって受ける受ける、それはおもろい。クリスマスはカップルだらけらしいよ。だってUSJ 行きたいな。どっちも行きたい。サンリオも行きたい。もう行きたいとこいっぱいありすぎてダメだ。毎回でもそんなに人が多い時に行ったことそんなないかも。イコラブ入って、まあ、逆に行けるのが平日そうだし、まあ、夏休みとかできるだけ避けて行ってたりしたから、今までもそう、なんか人が少なそうな時に、それでも少ない、ディズニーの中ではまあ多いけどね、普通に少ないっていうぐらいで行ってたから。でも修学旅行っていつなんだろう、時期。修学旅行の時期そろそろなのかな。浅草行ったよ、ちょっと結構前だけど。ヨッシーさん待ってます雨の平日はちょっとやだな。雨はやだ。え、わかる。幕張行くときいつもディズニーを思う。わかる。浅草寺、浅草寺ソアリン乗ってない、まだ行けてないの。行きたいよ。なんかだって、うちらがなんか行くのはなんか、アラはなんか基本その乗り物もやし、食べ物もだし、プラスで写真もなんですよ。そうだから、なんか雨の日だとやっぱ写真なかなか撮れないから、絶対晴れがいいな。浅草寺って読むんだ。浅草寺か浅草寺のどっちかだと思ってた。山本アンナ頑張ってね。だってすましくさんありがとう、頑張ります。富士急行きたい、絶叫ね。行ったことないんだよ、私。って感じで、まあ今日は謎なお話してたけど、謎話をしてたが、そろそろ終了します。明日があるのでごめんなさい。明日は愛知県名古屋のららぽーとで全国握手会です。今からでも全然間に合います。そう、あの、愛知はねじゃない、善悪は普通に CD1 枚その場で買っていただくとライブがついてきて、ライブと普通になんだ、握手会だがあるので、そう、一番お得っていうか、なんというかな全国握手会です。ぜひだって、ぜひ遊びに来てください。ララポート名古屋でお待ちしてます。そう、秀丸さん朝起きるように頑張ってねそう、楽しんでいきたいと思います。みんな早起き頑張りましょう。そう、第4レーンで案は待ってます、待ってます。待ってます。お話たくさんしましょう。いっぱい話できたら嬉しいです。では順位読みます。13位のりおさん、12位たっちゃん、11位ナンバー2台湾さん、10位ともさん、9位庄司さん、8位ムーミンパパさん、7位デルファイさん、6位さくらさん、5位クロさん、4位指原月 GG さん、3位イトコンさん、2位ケンヨンパチさん、1位タコツアンさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。3人ののちゃん、1人目ランダムです。2人目エリくん、よいしょ、3人目あれ
ホリさん、ホリさんです。ありがとうございました。ではおやすみなさい。最初はグーじゃないよ、せーの、チョケン、じゃんけん、じゃんけん、チョキ、チョキです。では今日は短くてごめんなさい。おやすみなさい。バイバイ、さよなら。